こんな感じね。あとね、なんだろうな。そう、最近めっちゃ口悪いやん。俺。なんでこんな口悪いんだろうなっていう感じでさ。さめちゃくちゃ口悪いじゃん。俺。もう、あんまさ、口悪いのさ、よくねえなと思って。口悪いのは良くない。そこは。単的に言って良くない。なぜなら。なぜ、なぜ良くないのか。なぜ、口が悪いのよくないのか。見た目が悪い。聞、聞こえが悪いわ。なんか一人でさ、喋ってるじゃん、俺。 これがさ、なんか、他の人とさ、一緒に喋ってる時にさ、口悪いとさ、ネタだなって感じでさ、あの、だいぶ、あれじゃん。あの、何納得はされるじゃん。でもさ、一人でさ、喋ってる時にさ、こんだけ口悪いとさ、なんか、拒否されちゃうじゃんね。チクチク、チクチク言葉。チクチク言葉で、そう、チクチク言葉をやめようって。不義のある言い方をやめようっていうね。そこをさ、注意しようぜっていうところで、あの、割と今更感。割と今更感ってどういうことや。 割と今さ、確かに、確かに割と今更感はある。もうあの、一週間、二週間、もずっと配信してて、一週間、二週間だったかな。ちょっと、それももう、俺、俺の記憶にはないわ。今までの記憶は全部抜けてるから。あの、この何、何今までのさ、配信でさ、だいぶ汚い言葉使っててさ、さ、で、もう最近さ、ちょっと止められなくなっちゃってんだよね。それ、汚い言葉使うのがさ、今もさ、ちょっと汚ねえじゃん。 口調がさ、まあ、口調が汚いというか、からもう何、何若干攻撃当たり散らしてたじゃん、いろいろと。まあ、しゃーねえわ。言い訳させて。<laughs> 言い訳させて。なぜ、なぜ当たり散らしてたのか。言い訳させて。ちょっとね、あのね、あの、マジで会社やべえのよ。マジで会社やべえというか、その何、何なんていうんだろう。まあ、会社はそんなやばくなくて、まあ、会社はやべえんだけど、だって、契約社員3年の人を <laughs>、3年の人をさ、あの、3年とか4年とか働いてる人をさ、 正社員にせずに、そのまま契約社員で店長代理にするって、だいぶやべえんだけどさ。<laughs> だいぶやべえんだけど。で、さらにさ、こないださ、その、その、その、店長代理になっちゃう人がさ、もうずっと塞ぎ込んでたのよ。塞ぎ込んでてさ、さ、おやべえなで、ほんとちょっと、イラついてんなーみたいな感じで、ちょっと空気悪だったんだよね。空気悪だったんだけど、その、店長代理だからさ、やっぱ、その新しいお店の方行くじゃん。その、いろいろ準備でさ。行くじゃん。 行った時に行ってさ、で、あの、本部のところとかも人が来たのよ。その、応援、応援っていうかその、何担当の人がさ、来たのよ。来てさ、一緒に行くやん。で、帰ってきたらさ、めちゃテンション高かったの。怖と思って。<laughs> そんなテンション高なると思って。あれ、うちの会社洗脳とかしてんのかなと思ってさ。怖かった、本当に。<laughs> 俺こんなテンション高いんだけんなと思って。あれだよね、今流行りの感度3000倍にして洗脳とかしてんだろうな。怖えわ、本当に。 本当にさ、っていうは、っていうさ、チクチク言葉はやめようぜ。<laughs> っていうさ、チクチク言葉はやめてんだよな、俺。まあまあ、そういうさ、そういうさ、あの、なんか何、何どうしようみたいなさ、<laughs> ハーブか何かやってもらえるんかなねえ、どうなんだろうね。怖えよな。怖いの、よえ、そんなテンション高いだってさえ、いや、あの、今までで一番テンション高かったのよ。その人と初めて、その人と初めて会ってさ、 その入社してさ、まだ日が浅いじゃん。その人とさ、初めて会ってさ、で、なんか、あー、何はめまして、みたいな感じで、や、やり取りしてさ、で、なんか3ヶ月ぐらい経ってんじゃん、今。3ヶ月ぐらい経ってさ、で、なんか、やってるじゃん。その、今までの、その、 ある程度のさ、それなりに仲良くなって、それに話をしてさ、おおむねその人のさ、人となりが分かってんじゃん。でもいきなりさ、なんか、そのひ、その日に限って、お、串本さんいいっすね。言わねえじゃん、もう、さ、さ、言わねえじゃん、お、串村さんいいっすね、みたいなさ。言わねえじゃん、そんな。言ってなかったじゃん、今まで、みたいな。そんなことさ。言ってなかったでさ、なんか、お、いいっすね。あ、全然、あ、いい、いいそれいい、ね。 その、その、あ、いいね。その、その手つきいいね。とか言うのよ。なんか褒め始めんの、俺のこと。え、怖っと思って。なんだろうみたいな。待遇改善の約束取り付けたんなら、まだ分かれば。まだ分かるんだけど、そう。まだ分かんないそういう話なんだ。そういうことなのかなと思って。ね。あんまあ、なんとかさんな、んゃや佐藤さんにするか。佐藤さん、つって。佐藤さん、あの、<laughs> 正社員に。 ま、一応するんですけど、ちょっとまだ今はできないんですって、やっぱりいろいろあって、みたいな。ちょっと今はできないんで、あのー、一応夏かとか、そういう話であればさ、そういう話があったのはね、聞かないよ。聞かないけど、そういう話があったのはまだわかるじゃん。わかるんだけどさ、なんか、その、さ、俺以外の人は聞いたのよ。佐藤さんにさ、佐藤さんに。え佐藤さん、佐藤さんの待遇ってどうなるんですか えみたいな感じで、すげえごまかされてたどうなんだみたいな。で、どうなのみたいな。なんかすげえその瞬間空気が止まったのよ。え、佐藤さんの体育はどうなんですか店長代理のままなんですかみたいな感じでしょさうわぁ、今、今空気、今空気変わったなみたいな感じの雰囲気になったんだけど、どうなんかふわっとはぐらされてた。そう、怖かった。正直。ちょっともう、もうちょっと触れるとこれやべえやつだなと思って。焼け臭くそなのかなや焼けくそなんだったら、 で、まあ、そっかって感じになるよね。焼けくそなんだ。そこは焼けくそなんだね、みたいな感じで。あ、なんか、え、エンコード止まってないあ、あ、終わったエンコード終わったエンコード終わったから、今日の配信は、あのー、あとは少しで終わります。終わりますってか。よ、わからない。要するに、そう。っていうのがあって、ちょっと俺どうしていいかわかんないのよ、こういう状況。こういう状況の、こういう状況下で、 <laughs> どうしていいかわからなくて。で、もう聞くってすげえじゃん。よく聞くなーみたいな感じのさ、俺は聞いてないよ。俺じゃねえ。他の人が聞いたんだ。俺じゃねえよ。そこ聞くんだ、みたいな。まあでもその人もさ、だいぶ長い人だったからさ、働いてさ、契約社員で長く働いてるからさ、そういう人も。まあちょっと気になるんだろうな。やっぱその辺はさ、どうなんだみたいな。どうなるんだみたいな。その辺気になるんだろうな。やはりな。まあ確かに俺でも気になるわ。聞きては。わ。どうな、どうなるんだみたいな。そんな長く勤めてるのさ、同じぐらいに。聞きては。わ。たら、まあまあ、まあ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  わかんねえからさ、ちょっとどうしていいかわかんねえねん、俺この状態がさ。だからちょっと当たり散らしてたのかもしんない。YouTube に。YouTube とこの配信に、配信をするっていう行為でちょっと当たり散らしてたのかもしんねえな、俺はな。そこは。そこは素直に反省だわ、俺は。そんな当たり散らしていいものではないから。やはり。そこはね、反省だよ、俺は。反省しないといけない。本当に。で、で、あのね、今の状況ってさ、だいぶさ、 あの、3年前とかとよく似てて、実はね、だいぶ似てて、なんか他の、実際この会社だいぶやべえんだろうけど、なんか転職していいものか悪いものかみたいな感じでさ、わかんねえんだよな、俺がね。どうすればいいのか、この状況をね。どう処理していいのか全然わかんなくて。だから、だからちょっと処理しきれなくて、うん、まあこれ2回目だわ。2回同じこと言ったわ、今。 <laughs> 処理しきれなくて、あの、当たりじでしたた。シェアしてたの、こ度な。これはな。そういうところだよ。で、どこでいいんだろうな、本当によ。